背番号16番フォワード中野誠也です。僕のおうち時間を紹介していきたいと思います。はい、まず最近何してるかというと、やっぱコーヒー入れてることは多いかなって。入れる回数すごい多くなってるんで紹介していきたいなと思います。このフレンチプレスがすごい良くて、僕今最近ではすごいコーヒー飲むようになったんですけど、このフレンチプレスでコーヒー入れるようになってからすごいハマりました。ぜひ皆さんも使ってみてほしいなと思います。あとこのグラス、これもすごい良くて、二重構造になってるんで熱いコーヒー入れてもすぐ持って飲むことができます。おしゃれであって飲みやすくておすすめです。はい、あとこのコーヒー飲みながら何してるかなって思うと、やっぱ読書が多いかなって思ってます。じゃあ何個か紹介します。これ又吉さんの人間って小説ですね。これなんで読んでるかっていうと、僕すごい読書は好きなんですけど小説が苦手で、まあ、小さい頃から苦手であまり読まなかったんですけど、せっかくおうち時間で時間あるんで何か新しいチャレンジしようかなって思った時にこの小説読んでみようかなって思いました。なんか皆さんも読書で新しい挑戦をしてみてはいかがかなって思ってます。個人的にこのおうち時間が増えた中での画期的な読書なんですけど、この Kindle です。これすごいんですよね。電子書籍でこうすごい文字自体も読みやすいんですけど、こう簡単操作で次にページに進めるとかそういう機能も素晴らしいですし、かつなんといってもこのコロナで外出ができない、本屋にも行きにくいっていうこのご時世の中で、この電子書籍であればダウンロード一発ですぐ読める、すごい家の中でもすぐ本を買うことができて、この前僕一気に3冊買ってしまったんですけど、逆に言ったらお財布としっかり相談しないといけないなとは思うんですけど、すごいおすすめです。皆さんも Kindle も試してみてはいかがでしょうか。はい、まあコーヒー飲みながら読書しながらっていう生活が多いんですけど、それに加えてこのフットマッサージャー、これがいいんですよね。コーヒーを飲みながら本も読みながらフットマッサージャーで足もリラックスさせながら読むのが僕の至福の時間です。コロナで大変な状況ですけど、みんなで乗り越えていきましょう。またピッチでスタジアムで会える日を楽しみにしてます。ジュビロ磐田背番号44番、ディフェンダーの大部俊です。今日は家での過ごし方と家の中を少しだけ皆さんに紹介していきたいと思います。リビングはこんな感じになってます。あ、撮影前に片付けようと思ったんですけど、いつも娘がすぐ散らかすんでもうやめました。一応この和室が子供部屋みたいにしてるんですけど、いつもこの子供部屋からこっちのリビングにおもちゃを持ってきてぶちまけられます。ウサギは3匹飼ってます。あ、ちなみに娘はアンパンマンのチョコレートをあげれば何でも喜びます。これいる人、はい、これいる人ちょうだいわ、やったー。
天気がいい日は、ベランダで娘と一緒にシャボン玉をしたりします。上手。こっちこっち。ジュビロ磐田サポーターの皆さん、今は辛く苦しい日々が続いていると思いますが、少しでも早く普段の日常に戻れるように、今だけはぐっと我慢して、そして J リーグが再開した時には、サポーターの皆さんと試合に勝って一緒に喜べるように、選手も最善の準備をしていきたいと思いますので、共にこの困難を乗り越えていきましょう。皆さん、お体にはお気をつけて過ごしてください。まあ、雑誌をよく読むんで、こんな感じでいっぱい読んでますね。特にサファリ読んでる感じですね。家で家にいる時間が結構長いんで、まあ、肩の今僕ちょっと肩をあんまいい状態じゃないんで、まあ、肩のストレッチっていうのを家でよくやってますね。特にこういう期間なので、今できることをたくさんやろうと思ってチャレンジしてますね。で、最近やってるのが、まあ、こういう、まあ、四つん這いになって横の四つん這いになってほんと地味ですけどね。この肩甲骨の可動域、こういうのをやってますね。あとは手を持って、ここを伸ばしたい、伸ばしたいから、こう持って、左手で押さえて、こう引っ張るっていう。ちょっとわかりにくいか。で、ここを伸ばす。っていうのとか、あとはこういう、体幹の、姿勢をとって、肩を動かすトレーニングだったりとか、あとは内側にこう肩を入れて締めて伸ばす。これに入れて。あとは基本的に家でできることって言ったら、まあ腕立て伏せとか主にやってますね。あと、ちっちゃい頃っていうか、最近まで腕立て伏せとか全然できなかったんですけど、最近になってできるようになってきましたね。よいしょ。っていう感じですね。以上。